ピ d リー・レイースの銅像、ピ d リー・レイースの地図、ピ d リー・レイースは、オスマン帝国海軍の軍人。世界地図、公開案内書の作者として知られ、16世紀のオスマン帝国が到達した海洋知識の到達点を示す。ダーダネルス海峡に面した港町ゲディボルの出身で、本名は、アフメト・ムヒッティンという、父、はじめフメトの死後、おじで、 オスマン帝国艦隊の提督だったケマル・レイスに引き取られ、オスマン帝国海軍の軍人となった。若い頃お子に従って、スペインに併合されつつあった、アンダルスのムスリムを救援するためイベリアに派遣された艦隊に参加したという。1499年から1502年まで続いた、オスマン帝国とベネツィア共和国の戦争に参加、シチリア島、コルシカ島、サルデーニャ島、 フランス南岸などの海域での作戦に従事し、船長を意味するレイスの称号を与えられた。1516年から1517年には、シリア、エジプト海域に出動し、セリム一世のマムルーク朝征服を援護、1522年にはスレーマン一世のロドス島遠征に参加した。バルバロス・ハイレッディンが帝国海軍司令官となると、その機下の提督として活躍する。 1547年、ローレンの提督となっていたピーリー・レイースは、スレーマン一世によって、航海に駐留する、インド洋方面艦隊の司令官に任命され、1551年に、アデオ征服、アラビア海、ペルシア湾に出動して、マスカット、ホルムズ海峡を攻撃し、ポルトガルの進出を牽制した。しかし、ある時、 ペルシア湾のバスラ沖にポルトガル艦隊が現れたとの方を受け出撃したが、バーレーン近海でガレー戦一隻を沈没させたため攻撃を中止し、エジプトに帰稿したことから、戦線放棄の罪に問われ、1554年にスレーマン一世の命により、カイロで処刑された。ピリー・レイスの北アブバフリエ北ブ、バリよりヨーロッパと地中海と、北アフリカの地図ピリー・レイスは、 海軍軍人としての職務の傍らで詳細な世界地図と公開案内書北部バフリエを作成してオスマン皇帝に検定したことで艦隊司令官としてよりも地図作成者として後世に名を残した。世界地図はそれぞれ1513年と1526年の記念を持つ2種類の弾艦が現存し、いずれもアメリカ大陸を詳細に描いていることで高い評価を受けている。 また、1521年と1526年の記念を持つ二者本が伝送する公開案内書、海洋の書は、英華海から地中海全域にわたる初海域について、海域ごとに200図以上の詳細な公開地図と、海域の航行法、地識、歴史情報などを記しており、地理書、歴史書としても高く評価されている。ありがとうございます。